今週のテーマは、お客様を説得しようとすると難しいが雑談でいいやと思えば簡単。雑談の中から共有が生まれた。お店でお客様と会話をしましょうというと、接客やセールストークと思われるかもしれませんが、小さな店内でセールストークが飛び交っているというような繁盛店を見たことはありません。そもそも小さなあなたのお店に来店してくれるお客様はあなたのファンであって、あなたと喜びや楽しさを共有できる仲間なのです。お客様が期待しているのは説得ではなく共有です。ある店長さんは、どうやって売るかではなく、どうやって喜びのポイントを共有するかに意識を置いてからお店が楽しくなったそうです。そしてお客様と何を話しているかというと、商品の話よりも雑談が多いことに気がついたとのこと。喜びのポイントは商品だけではなく、その周りのことも含めての共有だったのです。反則のネタが生まれる雑談。お客様の喜びを直接聞いてみる。自分の思いを直接話してみる。そんな雑談が販売促進で伝えるべき情報を明確にし、効果を上げ、商品開発やサービスの充実にも役に立っています。何よりお店の雰囲気が明るく楽しい方向に変わり、リピートにつながり、来店頻度も上がるようになります。売ることと楽しむことの共通点にも雑談のネタがある。